シュクドです。さて本日の雑談は、先日より始めてる一杯やりながらの雑談ということで、皆さんもぜひね、飲みながらお酒のお供に飲みの雑談というか雑音の一つにしていただければなと思います。まあ大したこと言わないんでね、作業用として聞いていただければなと思います。では今日飲むのはバーリアル、いつものやつですね。よいしょ。まあ、今日もですね、この後ご飯を、夜ご飯をね、食べないといけないんで、あんまりね、がっつりね、今ここで食べちゃうと夜ご飯を食べれないということで、お酒のお供はちょっと軽めに、ちょっとその前に飲みましょう。お供はこちら、三幸製菓の柿の種梅ざらめですね。こちらいただきます。この間ね、彼女というか同性相手と話してたんですけど、柿の種ってメーカーがたくさんあるっていう話をちょっとしてたんですよ。で、僕柿の種は亀田の柿の種しか知らねえなって言ってたんですよ。亀田の柿の種しか勝たんみたいな話をしてたんですけど、これね、なんと三幸製菓さんの柿の種です。で、僕ね、柿の種で一番好きなやつって、梅味なんですよ。で、梅味の中でも、好きなのは、ザラメ、梅のザラメがついてるやつがすごく好きで、一昨年ぐらいに初めてそのザラメがついてる柿の種の梅味を食べてから、あ、こんな美味しい柿の種あんだなと思って。ただね、その時は、メーカーさんとか、特に気にしてなくて、ただその時に買った時に、あ、梅ザラメっていうのがあるんだと思って買って、で、食べたら、あ、やべ、めっちゃうめえと思って、今後柿の種買う時は、まあ、梅ザラメがあったら梅ザラメのやつ買いたいなって思うぐらい、柿の種の中では梅ザラメが好きなんですよ。ただ、なかなか梅ザラメ出会えないなと思ってて、今回ね、梅ザラメ見つけたんですけど、いつもね、多分ね、亀田製菓さんのやつばっかりを見てたからなのか、梅ザラメを探しきれなかったんですよ。僕の中では亀田の梅ザラメっていう意識しかなかったんで。で、今日ふと、ちょっと柿の種コーナーをちょっと吟味してたんですよ。柿の種コーナーをちょっとね、吟味してたわけなんですけど、僕の大好きだった梅ザラメは、三幸製菓さんのものだったらしいです。だから、ちょっと話が、下手くそなんですけど、柿の種は亀田製菓しか勝たんと思ってたはずの僕の考えが一新されたというところの話です。はい。僕は今後三幸製菓さんのファンになります。そう。話がマジで長い。で、このね、梅ザラメ、これ見てわかるかな？これザラメがついてるんですよ。このね、ザラメがめちゃくちゃうまいの。あ、これ。何がいいって、亀田製菓の梅味の柿の種って、結構どっちかというとしょっぱいんですよね。もうザ梅って感じの。で、僕ね、梅干しめっちゃ好きなんですけど、どっちかというとこう、甘い系？蜂蜜梅みたいなのがすごく好きで、まあ、梅の中でもそういうちょっと甘じょっぱい系が好きなんですけど、まあ、この三幸製菓さんの柿の種、梅ザラメ味は、この多分ね、この、ザラメがあられっぽい感じで、ちょっと甘いんですよね。これがすごく美味しくて、2年前に一目惚れした梅ザラメに2年ぶりに会えた、そんな感じでございます。今後はちょっとね、三幸製菓さんの梅ザラメ、買わせていただこうかなと思います。今後もし雑誌の取材とかがあって好きな柿の種はって言われた時は三幸製菓さんの梅ザラメと答えさせていただきます。で、今日したいのはそんな話じゃなくて、マラソンのトレーニングについてね、ちょっと今日走ってて考えたんですけど、
今日の練習は1万メートルを3分15から3分10の間、僕のマラソンペースぐらいの感覚で1万メートルやりますっていうような練習をやったんですけど、この練習が果たしていい練習なのかっていうところで、まあ、ちょっと考えたんですよ。まあ、なんでかっていうと、理由が一つあって、それが、この練習の目的って多分、どっちかというと、まあ1万メートルだからちょっと短いかもしれないですけど、マラソン練習に向けての、取り組み、マラソンペースでの練習って、足を疲れた状態にさせても、マラソンペースを維持できるっていうような練習が、まあメインのその、僕的には目的だと思ってるんですよ。なんですけど、その目的から今日の練習をじゃあ、反省というか振り返ってみると、今日の練習、まさしくマラソンペースではやってたんですけど、終始ね、息がね、めちゃくちゃ荒れてたんですよ。もうインターバルしてるぐらいの感覚で、ゼーハーゼーハーなってて、足が重たいなって、で、その中で体を動かすってよりは、もう本当に呼吸がきついぐらいの感覚で走ってたんですよね。まあ、なんとかこなすことはできたんですけど、まあ、じゃあ、元の目的が、からすると、あんまりこう理にかなってないというか、本来だったら、マラソンペースを足が重い中で動かし続けるっていう練習だったんですけど、まあ、今回のような形だと、なんていうの？呼吸がきつい状態になってるから、あんまりこう、やりたい練習をちゃんとできてないな、というような感じを思ったんですよね。で、僕結構、まあ、SNS とかで、早い選手たちの、まあ、その練習情報とかを、ちょっとね、結構キャッチしたりするんですけど、偶然にも今日、川内優輝選手も、マラソンペースでの練習をやられてたんですよ。まあ、マラソンペースよりもうちょい早いのかな。はい。川内選手は1000メートルを今日15本やられてたんですよ。これをマラソンペースでやってて。で、他にも、ブログとかで発信されてる方で、4キロのインターバルをマラソンペースでやったりとか、あとは、2時間12、3分で走る方の練習として、12000やって、2000を数本やって、っていう練習をやってるみたいなんですけど、12000に関しては3分25とかでやられてたんですよ。で、よく見ると3分30とかでよくやってるイメージがあるんですよ。12000とか。長い距離に関しては。で、2000に関してはインターバルペースでやってたりするんですよ。あ、2000のインターバル走はマラソンペースでやってるんですよ。だいたい3分10とかそんぐらいで。はい。これが2時間12分ぐらいの選手がやってる練習で、マラソンペースでやるときはインターバル系でやってる人が多いんですよね。川内選手しかり、まあ、その2時間12、3分で走る選手しかりで。これだと、僕の場合だと、そしたら3分、まあ、ちょっと早いぐらいだと思うんで、まあ、ちょっと早くして3分10とかで僕はじゃあ、まあ、3分10ちょっと早いかな。3分12とかで、2000を5本とかやると、ちょうどいい計算になるんですけど、まあ、練習としては楽になるんですよね。僕が今日やったのが1万メートルを3分15から3分10の間っていうのをやったんですけど、まあ、理想、早い人たちの練習を参考にして組み直すと、2000メートル5本を3分12とかでやる練習。どっちがきついかっていうと、多分ね、1万メートルを3分15から3分10でやるっていうような練習の方がきついんですよ。なんですけど、こっちの方がマラソンにはすごくいい練習なんじゃないかなと、今日なんかふと思ったんですよ。こっちの方が、今日やった練習ってもう結構ゼーハーゼーハーなってて、なんて言うんだろうな、もう、走ることに精一杯だったんですけど、2000メートルで分割してあげると、多分そこまで息が荒れるっていうようなことはないんですよ。なんですけど、同じ距離を走れる上に、インターバルを400とかでつなげば、距離自体はさらに長くなるじゃないですか。呼吸は荒れない中で、足の疲れは溜まっていくわけですよ。
っていうようなところから考えると、マラソンに特化させるんだったら、マラソンペースっていうのは分割してやった方が、なんかいいのかな、みたいな感じで思ったんですよね。ただ、まあ、その、速い人たちの練習見てる感じだと、距離はめっちゃ走ってるんですよ。なので、それだけで考えるんじゃなくて、やっぱりこう、練習はこう、線になってると思うんで、そこも意識しないといけないなと思って、まあ、そのポイント練習が、多分楽なんですよね。練習の取り組みへのメンタル的にも。その分、ポイント練習はちょっと楽。足は疲れるけど楽。だけど、その前後とか、ポイント練習以外のジョグのところもしっかりと走り込むと。常に疲労、体が疲れてる状態っていうのが理想なのかなと思ったりしました。で、どっちかというとこの僕がやったような1万メートルでサクッと済ませちゃうような練習っていうのは、まあ、トラックにちょっと特化したような練習なのかなとかも思ってます。まあその、かな。まあ一回一回の練習の強度がやっぱ高くなるんで、その他のジョグが、まあちょっと距離が減ってきたりとかするのかなと。だから、マラソンってやっぱり距離を伸ばさないと走れないと思うんで、まあ、このポイント練習自体は、ちょっと、きつさは減らしてもいいけど、距離は伸ばすみたいな。で、つなぎのジョックはやっぱりしっかりと取っていく。つなぎのジョックまで含めて、まあ、ポイント練習になってくるんじゃないかな、みたいな感じで今日はちょっと思ったわけなんですよね。ザラメもなくなったことなんで、今日の雑談以上とさせていただきます。皆さんもなんかね、こう練習の取り組みはね、目的を考えてやっていただけると、なんとなく、まあその練習も、やっぱこう主体的になると、そっちの主体的になった方が、練習は効果高いのかなと思いますんで、ぜひこの機会に考えてみてはいかがでしょうかというところで、今日はこの辺でお開きということで、では。